透明の蓋付きカップとお花紙を使ってカラフルなドリンクを作りましょう。作り方はとっても簡単。ストローを刺したり抜いたりすることもできます。カップの大きさによりますが、お花紙は3枚もあれば十分です。蓋付きのプラカップは蓋の真ん中に切れ込みがあるものを使っています。ストローはスムージー用のちょっと太いものと普通の曲がるストローを使いました。セロテープも用意してください。スムージー用のストローの端にセロテープを貼ります。この時セロテープが 1-2cm はみ出すように貼りましょう。これをプラコップの底に貼ります。ストローはできるだけ真ん中に来るように貼ると出来上がりがまっすぐに立ちます。お花紙をだいたい半分に折り、折り目の真ん中を少し破って穴を開けます。この穴にストローを通してお花紙をふわっと押し込みましょう。これでストローの周りに偏ることなくお花紙のドリンクが入ります。2枚目も同じように穴を開けてふわっと押し込みます。蓋なしで作るならこれくらいがちょうどいい分量です。3枚目も同じように入れると縁までいっぱいになります。蓋の真ん中からストローを出したら、お花紙がはみ出さないように蓋を閉めます。ストローは底に貼っているので簡単には抜けません。蓋を何箇所かセロテープで留めておきましょう。下から見るとこんな風になっています。絵や文字を書いた紙を外側から貼ると何のジュースかよくわかります。ストローが出ている部分を1センチぐらい残して切ります。ここから曲がるストローを入れると刺したり抜いたりすることができます。切り取ったストローがカップの深さより長ければもう一つ作ることができます。この場合、初めから半分に切っておいても構いません。あとは同じようにして作ります。自分の好きな色のお花紙を使ってお好みのドリンクを作ってみてください。みんなが作ったドリンクをずらっと並べたり、お花紙で作った食べ物と一緒に並べたりして楽しんでください。